トミトール・プルナリューはソユーズ40号で宇宙を訪れたルーマニアの宇宙飛行士である。1952年9月27日にルーマニアのブラショブで生まれ、1971年にブラショブの物理学、数学高校、1976年にブカレスト工科大学を卒業して航空宇宙工学の学位を取った。いア・ブラショブのエンジニアとなり、 その後1977年にルーマニア空軍の士官学校に通った。レオニード・ポポフとプルナリウ彼は1978年にインターコスモス計画への参加のための訓練に選ばれた。3年間の訓練で最高の成績を記録し、彼はレオニード・ポポフとの宇宙飛行に選ばれた。1981年5月、彼らはソユーズ40号と サルート6号での8日間のミッションを終えた。この間、彼らは天体物理学、宇宙放射線、宇宙技術、宇宙医学、生物学等に関する実験を行った。プルナデューは宇宙を訪れた103人目の人物となった。1981年、地球への帰還後、彼はルーマニア英雄とソ連邦英雄を授与され、また、レーニン勲章を受賞した。 ニコライチャウシェスクから表彰を受けるプルナリウ2011年4月にロシアのドミートリー・メドベージェフから表彰を受けるプルナリウ・プルナリウは1992年から国際宇宙高校アカデミーのメンバーとなり1994年からは国際宇宙空間研究委員会のルーマニア国内組織のメンバーとなった1985年には宇宙探検家協会に加わり 1993年から2004年までは国連宇宙空間平和利用委員会の宇宙探検家協会の就寝代表となった。1996年からは宇宙探検家協会の評議会員として3年間の任期を2期務めた。1992年からは国連宇宙空間平和利用委員会のルーマニア政府代表を務めた。 1998年から2004年までは、ルーマニア宇宙局の局長を務めた。2000年からは、の地生学の准教授となった。2004年には、国際宇宙平和利用委員会の科学技術、省委員会の委員長に選出され、2年間の任期を務めた。2000年12月1日、ルーマニアで最高位の勲章を受賞した。2004年5月から2005年8月まで、 プルナリウはルーマニアからロシア連邦への全権大使を務めた。2007年2月には少将としてルーマニア国防省を引退したが同じ階級で文官として働き続けた。ありがとうございます。